新一です。今回はコミュニティとは何なのか、グループとどう違うのって話をしたいと思います。まあ、今いろんなところでコミュニティ化だっていう話がね、あるんですけど、コミュニティ化と言いながらただのグループを作ってる人って少なくないんですよね。まあ僕から見てたらほぼただのグループです。グループとコミュニティっていうのは似ているようで全然違います。じゃあ何が違うのかって話をしたいと思います。はい、まずね、コミュニティっていうのは、そのコミュニティメンバーっていう人たちがいるわけですよね。まあ、グループにもグループのメンバーっていう人がいるわけですけど、全然違うんですよ、マインドが。グループっていうのはただいっぱい人を集めて、その人たちから、そのお客さんたちから、お金をもらいました、参加費もらいました、で以上終了って話じゃないですか。あとは自分でやってねみたいな話、これがグループですね。でそういうのを定期的にやって、終わりっていうのが僕はグループのイメージだなと思ってます。要するに、かもってるっていう話です、僕から見てたらね。でコミュニティっていうのは全然違います、全く逆です。同じように人は集めます、人は集めますけれども、お客さんとして集めるんじゃないんですよ。お客さんとしてただ集めるんじゃなくて、仲間を育てるっていう意識で集めます。これがコミュニティです。これ本当に大事なところなんで、ちょっと強く言います。コミュニティをね、これから、今これ見てもらってる方もコミュニティ作っていくことがあるかもしれないんで、ここは意識してほしいんですけど、グループ作っちゃダメですよ、ただのグループなんか、しょうもないですからね。作るんだったらコミュニティです。でコミュニティっていうのは仲間を作る、仲間を育てるためのものです。これっていうのがコミュニティなんですよ、仲間を育てるのがね。この思いなくしてコミュニティなんてものはないですからね。ちょっと今、ね、これ参加してもらってるんで、僕はどんな気持ちでやってるかっていうのを、お伝えしますね。もちろん募集の段階ではしっかり自分の、ビジネスを持って、豊かになってね、欲しいっていう、その前提条件はあるんですよ。その状態をまず作ってほしい、その後どうなってほしいのかっていうのは実はあるんですよ。コミュニティ、今いるね、コミュニティっていうのはどんな人がいるかっていうと、コンテンツホルダーと、あとはマーケティングを学んでいる人がいるわけですね。でコンテンツホルダー、例えばですね、スピリチュアルカウンセラーのね、高野さんとか、あとは、デザインの販売しているね、大塚さんとかね、まあ、いろんな人いますけど、コンテンツ持ってる人がいると。でマーケティングを勉強している人がいるわけです、マーケターというか、今現在進行形でマーケティングを勉強している、マーケターの卵たちがいっぱいいるわけですよね。何が大事かっていうと、僕が思ってるのはね、コンテンツを持ってる職人さん、いわゆる職人さんは、僕ね、そのコンテンツを作ることに対して、エネルギーを注いでほしいなと思ってるわけですね。マーケティングに対しても、まあ、ある程度の知識は必要かもしれませんけど、こっちにあんまり労力かけてほしくないというか、かけることって、世の中的に価値をあまり生まないんじゃないかと思ってるんですよね。だってもったいないじゃないですか。例えばね、僕のところにこの間、連絡来たのが、まあ、プロデュースの依頼が来たのがですね、あるピアニストなんですね。オーストリアの音楽のね、都であるウィーンに拠点を置く日本人ピアニストの方から、プロピアニストの方から、連絡いただきまして、私は芸術家としてやってるわけですと、アーティストとしてやってるんだけど、こっちの業界の人っていうのはみんな生活がカツカツで、私自身も生活がね、あんまりね、豊かではないと、セルフプロデュースをしたいんだっていう話だったんですよ。でセルフプロデュースをしたいけど、今までやったこともないし、やり方を教えてくださいって言われたんですよ。だから僕が聞いたのが、その人なんかアルバムの依頼が今3枚ぐらい来てて、年内に発売するとかって言ってたんで、まあ年内に作るって言ってたん で、いろいろ話聞いてると、例えばジブリ の音源とかやってるんですよね。隣のトトロの何とかっていう曲のピアノ弾いてたりするんですよね。とか、結構かなりのピアニストだったんですよ、聞いてると。で、練習時間が1日もう5時間6時間あるらしくて、で今はそのアルバムに向けての練習がもうほぼ詰まっていると。その状況でどうやってマーケティングなんか、まあ、セルフプロデュースなんか勉強するのかなと思いながら僕は聞いてたんですけど、
根性でやるみたいなね感じなのかなって思ったりしたんですけど、それって意味あるのかって話なんですよ。だったらだってそのピアニストの人がそのセルフプロデュースの勉強したところで、プロにはどうせかなわないわけだし、でそれにあの練習時間とかも減っちゃって、世の中に提供できるはずだった音楽とか音とかっていうのがあの減っていっちゃうわけじゃないですか、そのマーケティングを自分でやっちゃう分ね。だったらプロだったらその分野をしっかりやってほしいわけですよ。しっかりやってプロデュースはプロデュースが得意な人がやって組んだ方が絶対世の中的にいいと思いませんか。いい、絶対いいですよね、その方が。だから、セルフプロデュースやるんだったら話相談乗りますよとかって言って、相談乗って、じゃあお願いしますって話になったんですけど、で、今いるコミュニティを見てると、コンテンツホルダーが結構いるんですよね。で、マーケティング、今別に自分のコンテンツとか特にないけど、マーケティング勉強してる人もいます。これがすっごい僕ね、あの運命だなって思ってるんですけど、ここであの今いるコミュニティの中でいいコンテンツ持ってる人たちって本当にいるんで、そういう人たちを、プロデュースしてあげてほしい、しっかりねそのプロデュースしてあげてほしいなって思ってます。そのためにマーケティングをどん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 勉強してほしいと思ってます。僕も協力するし、まあ、福田君も協力してくれるしね、これが理想的な、コミュニティの形なんですよ。あのちょっと説明がちょっとへぼくてすいません。つまり、コミュニティメンバー同士でシナジーを起こすってこと、まずコミュニティメンバー同士でシナジーを起こすっていうこと、ここの相互作用によってシナジーを起こすっていうことです。まあ、例えば高野さんの例を取りますけど、できましたと、できましたよと、コンテンツ A というものができましたと。じゃあこれがいいと思ったんだったらですけど、もちろんいいと思ったらですよ、あの販売するのは、いいと思ったらこのコミュニティメンバーたちがこれいいですね、本当マジでいいですねとかってなったら、これはみんなでプロデュースしていけばいいわけですよ。セールスすればいいですよね。そしたらみんな嬉しいですよね。その商品の、紹介報酬とかも入ってくるわけだし、こっちに高野さん、高野さんで、潤ってくるわけだし、これでみんな豊かになりますよね。うん、ただここで問題になってくるのが、どうやって紹介したらいいんですかって話ですよ。どうやって紹介したらいいんですかっていう、それが分かんないから今ここでマーケティングを勉強してるわけですよね。うん、逆に言うとこのマーケティングを勉強したら、でしっかり売れるような、スキルがついてきたらですよ、例えば高野さんの商品だったら、高野さんの商品をみんなで売ることができる、高野さんじゃなくて誰かの商品があるんだったら誰かの商品をみんなで売ることができるっていう、この相互作用が起きてくるわけですね。これがめちゃくちゃいい。で、これがコミュニティの形です。で、もう一個。これにちょっと似てるんですけど、マーケティングっていろんな分野があるわけですよね。例えばじゃあ、カウンセリング系の商品を、なんか売りますと、誰かが作って売りますよと。と言った時にですよ、じゃあこれは何を使ったらいいのかって話です。ターゲットは例えばじゃあ、女性だとしますよ。20代30代ぐらいの女性がターゲットとか、まあ女性がターゲットで、ワントゥーワン、まあ1対1マーケをまずはやった方がいいっていう判断になったとします。これは仮定です、あくまで。女性がターゲットで1対1のマーケティングをやった方がいいっていうなった時に、じゃあここで出てくるのは何かっていうと、インスタアメブロライン、セールスは LINE ってなった時にですよ、これを使ってすでに、知識がある人っているわけですよ。インスタが得意な人、アメブラが得意な人、 LINE マーケティングが得意な人っていうのが、メンバーの中にいる状態が作れるわけです。コミュニティだったら、そしたらじゃあインスタ私がやります、アメブロ私がやります、じゃあ LINE のやつは私がやりますっていう話になってきますよね。こうやってチームが作れるんですよ。あとコンテンツホルダーのね、この人とここに参加して、でここの掛け算が起きてくるわけですよ。で収益が出てくると、であとはこれをまあみんなで分けてくれたらいいと思う。普通にみんなで分けるとかっていう、まあ、その辺の分配は、まあ、その時いろいろ決めてほしいんですけど、あのこういう状態は作れるからコミュニティっていいんですよ。これがただのグループだと教えて終わりでしょ。教えて終わり、別に仲間になることもなく、
終わりで、それじゃダメなの。それがグループ、その仲間になることもなく、ただ相互作用も生むわけじゃなく、なんとなくやって終わりみたいなのはただのグループじゃなくて、まあそのグループの中でこういう話が出てくる可能性もあるけど、基本的には、本当に一部の人だけでしょ、そういうのは。じゃなくてコミュニティっていうのは、みんなでみんなを豊かにしていくってものだと僕は認識してる。そういうものを作るつもりだし、これからどん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 、そのために今、コンセプトメイキングだったり、まあ、商品作りで言ったらコンセプトメイキングのあのジライさんのやつとか、あと、商品設計の方法とかもお伝えしてるわけですね、コンテンツを作るために。でコンテンツがある人がコンテンツをしっかり形にするためにあれは作ってるわけですよ。であとは、まあ、セールスを学ぶため、まあ、集客を学ぶためにいろんな集客方法をお伝えしてますね。それはここをやってもらうためです。セールスも同じです。ここをやってもらうためで、こういう人たちが出てくることによってみんなで豊かになっていくことができるじゃないですか。この状態をね、作りたいなと思って、今このコミュニティやってますんでね、うん、まあ、最終的にはというかその次の段階としては、ぜひね協力してくれたら嬉しいなと思っています。そしてまずは自分が豊かになるってことを考えてくださいね、うん。まあ、自分が豊かになるっていう段階で、いいんですけど、ここで紹介してもらったらいいと思いますけど、まずは自分が豊かになるっていうことをやっていきましょう。コンテンツホルダーの方はコンテンツ、いいコンテンツがあったらね、みんなが売ってくれるようになるし、まあ、僕らに相談してもらってもいいですしね。コンテンツが特にない方は誰かの商品をそのコミュニティメンバーの、商品売ってもらったらいいと思います。まあ、もちろん別にあのコミュニティメンバーのものを売らなきゃいけないっていうその縛りはないですからね。別に何売ってもいいんですよ。何売ってもいいです。自分が気に入ったものを売ってください。ベビー薬膳、子供用、赤ちゃん用、子供用のなんか薬膳があるらしいんですけど、薬膳食事みたいなやつか、それを販売したいって言ってた人がいたんですけどね。内容、そういう人がも、モノログなというかコミュニティの中にいなかったら、それはそれで、どっかのコンテンツを別に売ったらいいですから、あの強制じゃないですよ全然。でも今みたいな感じのことがコミュニティ内で起こしていきたいなというふうに思ってますんでね、マーケティング学んでることはもうどんどんマーケティング学んでもらって、力つけましょう。そのために僕らのことは使ってください。力つけて、でコンテンツホルダーの方はコンテンツも研ぎ澄ましていいものを作ってもらって、相談してくださいね僕らに。まあ、もちろん両方やってもらってもいいし、僕は両方やってますしね、キングダムメディアだったり、まあ、このコミュニティだったりっていうコンテンツ作ってるし、あとは、自分で集客して自分でセールスするっていうこともやってるし、まあそれは福田君も同じだしね、両方できますんで、で僕らの周りにおかげさまでその手のプロ、 あらゆるジャンルのプロっていうのがいますんで、そのセールスに関しては、あマーケティングに関しては、だぜひね、僕らに質問してください。その辺はで一緒にね、あのこのコミュニティっていうものをあの育てていけたら嬉しいなと思ってますんで、ご協力よろしくお願いします。一緒にね豊かになっていきましょうね、みんなで。はい、では今回は以上です。失礼します。